本所法とは、本所が事故が持つ荘園を支配するために、荘無権の一環として、制定、行使した法のこと。中世ヨーロッパにおいても成立した荘園の支配体制を維持するために存在し、こちらは一般に荘園法と呼ばれる。一般に荘園領主と呼ばれる階層は、複数の職による重層的支配のもとに成立している。本所とは、複数ある職のうち、 荘園内において荘務すなわち、司法、行政、警察活動を行う権限を有して、法的支配を行使したものを指す。本所法には、荘務権を有する本所と称される権問が属する、法体系に根源を持つものと、荘園内部における、監修法が本所に容認されたものがある。さらに、本所が、地域の事情に応じて定めた法も存在する。 高知公民性が機能していた時代には国画を含めた監視が司法、行政の権限を独占的に有していたが省縁が成立して冬の権不入の権が確立されると監視の役人及び法的権限が省縁から排除されて代わりに本所が司法、行政権を獲得した。ただし、現実的には省縁を寄進したものあるいは 荘園支配の実務を行った召喚の中には、在庁官人を兼ねる者も多いなど、完全に国画の影響力を排除した例は少なかった。さらに本所になった検問の多くが国画を含めた、監視の運営の主体であった公家とその手厚い保護を受けていた寺社であった。このため、初期の本所法も本所である検問の出自に属する公家法や寺社法、それに、 現地の慣習法や国画が,が定めた国例などの地域独自の規定に拘束される場合が多かった。さらに本書が持つ、荘園内での職の地位や本所自身の現地及び中央に対する影響力も荘園ごとに差が存在し、すべての荘園に共通する要素を乱すのは困難である。さらに本所法の中には本所そのものの火星のために定めた家務法と荘園に対して、 直接適用する、荘園法に分けられ、両者が混合されている場合もある。それでも、荘園機構自体の存続、生産秩序や治安の維持、年貢、くじの安定的な確保を行うために、本所法が制定され、本所側と起承分、受け文などを交わした召喚によって実施された。鎌倉時代に入ると、鎌倉幕府によって児童が導入され、児童による、 大盆参加条や、自投受けの遂行によって、本助法の裁量の幅が縮小され、さらに、室町幕府が、荘園の一円支配を認める権限を獲得した、ことでかえってその代行者である、死後の荘園への介入の口実を作った。その結果、受け法の補完的意味合いを果たすに過ぎなくなり、荘園考量制の解体とともに行われなくなった。ありがとうございます。